お疲れ様です。卓球お疲れ様でした。今回ね、自動車の税金についてちょっと支払っていこうかと思いまして、もう支払ったんですけども、5700cc のトランザムが101,200円で、4900cc のセルシオが87,900円、 3500cc のベルファイアが66,700円ということで、3件同時に払うとですね、まあ20万円を下らないということになりますんで、20数万円がこう毎年毎年この時期には出ていくってことになりますね。まあ細かいことで言うとね、スクーターとかありますけども、 50cc あれがね2000円ぐらいだったと思いますんで、こうやった何に使われているのかよくわからないね、こう手数料、いわゆる税金ってやつが、非常に取る方としては美味しいなと。よく安定財源って言いますけどもね、安定取られお金というふうな形で消費者からは考えられるかなと。でしかもこういった税金に、各種税金にまた税金が乗ってくるっていうね、もう恐ろしい、二重課税三重課税問題があるということで、いくら稼いでも追いつかないんじゃないかっていうところがありますけどね。でも逆に言うと、お金なくたって生きていける方法もあったりとかして、なんとか引きこもごもという感じですけども、確実に儲けようと思ったらやっぱ手数料を得ることかなと思いますし、その手数料っていうのがね、やっぱこう原価とは関係ないところでこう作られているんで、だからこそ、速稼塾っていうものね、手数料収入と言ってもいいのかもしれないですね。サービスを提供するその手数料というやつですよね。で、昨日ね、また速稼塾のご入塾いただいた方がいらっしゃってメッセージを送ったんですけども、常にこの手数料なんですよね。で、稼ぐ方法がわからないとか、お金の問題を抱えている人の問題解決をするために、問題解決ができる人が手間をかけるということで、で逆に言うと、お金の問題解決できない人っていうのは、そのお金の問題解決をすることに対しては、ちょっと手数が足りてないのかなというかね、なんか他の方向に手数を出しているということかなと。要するに儲からないことに対して一生懸命やってるから儲からないっていうことがあるのかなというところですね。ゴールに向かおうと思ったら、進むことと正しい方向を、正しい方向に進むことか、だからやり方が間違っているか、それともやっていることの度合いが少ないかっていうね、この2つで回答出るのかなと思いますけども、こういったね、請求書を送れば、送った方は確実に儲かるよねって話ですよね。送られた方は確実に持ってかれちゃうよねってことですよね。けどあれですよね、いわゆる3ナンバーってやつは車の中でも手数料高い方なんですけども、言うほど高くないなって感覚ありますよね。年間で税金にしても10万とかですからね。ガソリン代その方がかかりますけども、なきにね、越したことはないんですけどもね。そんな私でも、なんて言いますかね、ガードマン時代は軽自動車1台、なかなか買えなかったという時代もありましたんで、時期によって様々じゃないですか。ということで、今回は確実に稼ぐ方法ということでございました。お疲れ様です。